こんばんは、6月23日木曜日午後10時30分を回りました、もう31分ですね、4号品後の夜第219回今夜もどうぞよろしくお願いします。今日はタイトル通り、まあ、2週間に1回のお勤めの献血に行ってまいりました。今日で59回ですね。僕のね、血管細くて、まあ、今日も検査と採血するの看護師さんは大変苦労してましたけどね、あの体の割には血管が細いみたいでですね、もう刺さったら結構流れは早いんですよ。成分献血を行ってるんですけど、今日もトータルで30分40分ぐらいでパッと終わったので、まあ、あとよかったんですけどね。針を刺すときに、まあ、グリ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 されるんで、それがもう嫌だなと。あまり痛みは来ないんですけど、目の前で太い針がここに入ってるんですね。でグリ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 して血管を探すので、あれはちょっと嫌ですけどね。まあ2週間に1回のお勤めで、まあ、無事に献血も終わったので良かったかなと思います。あと2週間後はもう東北に行ってるんで、まあ1回はちょっと献血をお休みしようかなというふうに思ってます。まあでも今日も暑かったですよね。参りました。まあ、もう、車ではもう、なんだ、エアコンがもう使ってません。窓もバリバリ全開で開けて運転してるんですけど、まあ、入ってくる風はね、まあ、気持ちいい時もあるし、生暖かい時もあるし、まあ、ね、風があるからまあ、少しはいいんですけど、この部屋。この部屋もエアコン使ってないんですね。エアコンあるんですけど、エアコン古いんでね、もう使ってないんですけど、まあ、2階だから風が入ってくるだろうと思ってるんですけど、なんの暑いんですね。1階の方はですね、植物が、いわゆるカーテン効果で、鍵を作ってるんでね、結構1階の部屋は涼しい風が入ってくるんですけど、2階はね、暑いですね。でもこれ、窓が開いてる向こうのベランダの向こうは、結構ね、気持ちいい風が入ってくるんですけど、その風が中までは入ってこないんですね。部屋の中もなんか、よどんだ空気のように、なんか生暖かいなんか空気が滞留してるって感じで、風が全くないですね。はい、ということで、とね、暑さ対策で、こういったものを買ってきました。どこでもクール、冷やしたい。これもドンキホーテで買ってきたんですけど、なんかこの包装が実験教室みたいになってるんですけど、簡単クーラー、水に浸して、いつでもどこでもひんやりクールってあるんですね。これはちょっと東北の方に持っていこうかなと思ってるんですけど、これどのくらい冷えるのかということをね、今日試してみたいと思うんですけど、これ、一見、普通のタイ。ね、これを凝って首に巻いたらひんやりするということなんですけど、それには水が必要なんですね。で、ここにお使いになる前にとか書いてあるんで、使い方なんかも書いてますね。ご使用方法、製品本体の中央部、洗面器など、水を溜めた容器に5分ほど浸しましょうということ。書いてます。これ全部が全部でなくて、この中央付近に、ここの縫い目があるんですけど、この中央付近になんかジェルかな？ジェルかなんか入ってるのかな？あ、吸水ポリマーか。吸水ポリマーが入ってるんで、吸水ポリマーに十分水が含まれるように浸すと。それを5分ぐらい置きましょうって書いてあるんで、と今からここに洗面器、ここに置いてあるんで、ちょっと開けましょうか。よいしょ。なんかほんと実験教室ですね。はい、この、洗面器の中に、これ、吸水ポリマーが入ってるところを
十分に浸しまーす。よいしょ。そして、浸して、5分ぐらい。これでいいのかな？よいしょ。5分ぐらい待ちましょうってあるんで、今、10時36分ですから、10時41分ぐらいまで浸しておきましょう。はい。その間、ちょっと違うお話をしたいと思うんですけど、桃の発酵ドリンク、作り始めて、今日で5日目です。ちょっと、なんかね、色が悪くなってきて、本当に発酵してるのか、腐ってきてるのか、どうなんだろうということで、昨日よりもね、炭酸のアブクがいっぱい上がっているんですが、それと桃の表面、皮がどんどん溶けていっているんですね。で、これ今日も味見をしようかなと思うんですけど、飲めるのかな？ちょっと心配ですけど、ガスがあるとシューって言うんですけどね。言うのかな？あ、なんかもう匂ってきた。なんか、プーンと。あ、もうここ、お、すごいすごい。なんか昔母が梅酒を作ってたんですけど、梅酒で発酵するような。うわ、これすごいですよ。何センチ？30センチぐらい離れてるんですけど、もうここでもポーンって。あー、すごい。匂ってきてますね。あー、すごいすごいすごい。ちょっとこれ。はあ、いい香り。ちょっと、匂いまでは放送では伝わりませんけど、申し訳ありませんね。いっぱい浮いてますね。桃の皮とかいろんなものが浮いてるんですけど。あ、はい。すいません。ちょっと味見してみます。おー。おー。美味しい。まろやかっていうか、あまり桃っていう味はしないんですけど、桃なのかな、これ。ああ。いけますね。すいません、3杯目。あ、いけるいける。腐ってません。美味しい。あ、ちょっとこれ期待できそうですね。もしかすると東北に行く前に、もう飲めるんじゃないかな。どうなんでしょう。いっぱい桃の表面、皮が綺麗に剥げてますね。桃の実が表面見えているんですけど、わ、ちょっとすごい楽しみでありますね。一日に一回こんな風にして、蓋開けて、ガス抜きをして、あと、揺すって、発酵しやすいようにしましょうって言われてるんでね。はい。ちょっと期待が持てそうな桃の発酵ドリンクでございます。また明日も味見とレポートをしたいと思います。はい。美味しい発酵ドリンクになってね。ゆくゆくは、最終的にはワインになっちゃうと。桃のワインってあまり聞いたことはないんですけどね。まあ、ドリンクとして飲めるのかなーっていうとこですね。はい。ツイッターのタイムライン確認したいと思います。こっちかな？あらら。よいしょ。まあ、ツイッターでなかったですね。なんだろう、このメールは。メールが。ああ、別のメールでした。と、メールの処理をしたいと思います。待ってくださいね。ちょん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 。はい。ということで、いや、ちょっと、桃、期待できそうです。あ、それと、昨日の、天然酵母とか、リキュールの話なんですが、やはり、お酒を加えるみたいですね。中には、ブランデーとか、残ったウイスキーなんかを加えて作ってる方もいらっしゃるようで、やはりリキュール、アルコール類は必要なようですね。で、今回全く、
アルコールリキュール類は使ってませんので、いわゆる昨日、さっきさんが呼ばれた天然酵母、天然酵母というか桃に含まれているものをね、その桃の力を十分に引き出して作っているのかなというところですね。ただアルコール度が出てきちゃうとこれやばいでしょうね。酒造法違反とかなっちゃうんで、あまり大きな声でワインワインと言えないんで、まあ、発酵ドリンクという風にして言ってますんでね、アルコール度数も測れたら、測るとどのくらいになるのかっていうのはわかりますけどね。まあ楽しみではあります。はい、ということで5分ぐらい経ったんですが、ちょっと待ってね、先ほどの冷やし体、吸水ポリマーが、あ、だいぶ水を含んで沈んできてます。お、吸水ポリマー重くなってきてますね。水含んだんで重くなってきてるんですけど、でこれを、ちょっと待って、水がスタスタ押してるんですけど、膨らみづらい場合には内部の吸水ポリマーを手でほぐして浸してくださいって。あ、膨らんで、あら、均等に膨らんでないですね。均等に膨らんでないんで、もうちょっとかな。ああ、十分膨らんだ後は、外側の余分な水分をタオルで拭いて使ってくれって書いてますね。待ってね、まだ十分に膨らんでませんね。これ398円で、あれ、これ1本しかないのかな、2本ついてるのかな。はい。はい。ちょっとこれ。じゃあ、タオル。タオルが、あったあった。よいしょ。あらま。机の上が濡れましたね。はい。じゃあ、これで、よいしょ。タオルの上に、もっと広げようか。冷やしたいを置いて、これ余分な水を拭き取るっていうのがめんどくさいけど、熱くなったらね、もうそのまま首やあちこちに巻いてもいいでしょう。はい、という風にして取ります。それを使いたいところに巻くと、うん、どうなんでしょう、なんか微妙な、普通の水じゃんっていう気もするんですけど、ひんやりと、あ、今火が照ってませんからそんなにひんやりと来ないのかな。やっぱ気温差がないと、吸水ポリマーを使った製品っていうのは温度差、気温差によって発生するね、気化熱でひんやり感じるんですけど、今この段階は火も照ってませんので、まあ、うん、こんな感じかなというとこですけど、まあ使えるんかな。はい、というこんな吸水ポリマーが入った首に巻くようなもの、これもちょっと東北の方に、あ、ここは2本入ってますね。2本目がうまく膨らんでないんでね、夜なんか暑い時にはこれこって頭に巻いてもいいですね。夜というか、まあ、昼間かな。太陽がガンガン照る中でこれ頭に巻いて、これ安いから厚一本ドンキホーテに売ってましたんでね、どこでも売ってると思うんで、あ、これでもいいかも。まあ、あ、はい、ひんやりとしますね。あ、なるほど。で、これどのくらい時間持つのかな？ああ、時間は書いてませんけど、うん、時間は特にどのくらい有効ですよっていうのは
書いてませんけど、いや、ちょっとこれいいかもしれませんね。はい、なんか、今度実験教室みたいになってきてますけど、はい、ということでございます。まあ、実験教室のツールなんですけど、スマートフォン IS04 の標準アプリのアラーム。今日は、ちゃんと停止ボタンが出てました。ここ2、3日、昨日と今日、お利口さんにちゃんと動いているんで、一体どこにそのトラブルがあったのか、問題があったのか、っていうのはわからないんですよね。でも、au の157の上席責任者は、昨日も言ったように、電源周りに、問題があるっていうことを把握しているっていうことなんで、まあ、それが、今月末のアップデート、今月末のアップデートは、ビスモに関するアップデートなんですが、まあ、アップデートをしなきゃいけないっていうことはおっしゃってましたね。電源周り関係ね。もう電源周りって、アップデート関係で対応できるのかなっていう気もしますけどね。そう。ビデオ撮影の際でも、バッテリーの温度が56度ぐらい、ボンと上がったんですね。今日も、先ほど YouTube に動画をアップしたんですけれど、今日のビデオもね、トータル5分ぐらいか、撮影したのは。それでも、もう裏側がすごい熱いんですよ。だからこの、カバーを外したら、昨日はね、結構、裏側のこの黒いカバーが、あれ、外れない。汗をかいてましたね。夏は、こんな、カバーはね、必要ないのかな。逆にカバーがあると、ここのね、汗が溜まってたんですよ。逆に、装置、あ、でも防水ですからね。防水だから、いくら汗が溜まっても問題ないかと思うんだけれど、でもちょっとね、暑すぎるよな、っていうとこですよね。今は何度あるのかな。今は特に問題ないと、あれ、思うんですけどね。ああ、今でも41度。っていうか、アプリが悪いのかな。バッテリーミックスというアプリを使ってるんですけど、今41度って言ってますね。で、これがビデオを使うと、ビデオカメラか、撮影すると、50度以上上がるんですよね。最近、いつも何も使わないときには、25度ぐらいなんですけど、最近25度になったことはないです。ほとんど30度前後で、温度が推移してますんでね。またバッテリー関係が、不具合があるのかなって。バッテリーの持ちは、バッテリーミックス見ると、6時間は優に超えてるんで、まあ、昼間充電する回数はだいぶ減ったのでね。その点は問題ないんですけどね。はい。で、今日撮影した、動画は、どこにあったかな？ちょっと待ってください。すいません。今日 YouTube にアップした遊ぼうという動画なんですが、この前ちょっとこの放送でも紹介しましたし、YouTube の方にも面白グッズとして取り上げてます。このアタッチメント、この上の方、このアタッチメントを一脚に取り付けて、よいしょ。で、この上の方に04を取り付けてね、撮った動画なんですけれど、猫ちゃんの目線で動画を撮ったらどうなるのかなということで、猫の目線でね、撮ってみました。
ちょうどタイミングよく猫が2匹ほどいたので、そーっと猫の目線で近寄っていったんですけど、猫は怪訝な顔をしてました。当然逃げましたけどね。結構ね、そういったいろんな目線で、動画が撮れるんで、これちょっと、どんどん活用してみたいなと思います。ただ、上から撮るアングル、上から撮るのは、なかなか難しいですね。下は自分の立ってる横に、こうやって持って、ずーっと移動していけば、だいたい目線は固定されますけれど、これ自分の位置から上に行くっていう場合は、モニターが手元にないので、もうブレてブレて、本当に上から見ているのっていうのがあるし、対象物が、レンズに入ってこないっていうのが、今日何回か実験やって分かったんで、ああ、これはちょっと使えないのかなと。猫ちゃんとかワンちゃんとか、あと子供の目線で撮りたい場合には、これは使えるなという感触を得ました。で今度はちょっとこれ上からずーってクレーンのように上がっていく上のアングルの撮影方法についてちょっと何回かね、撮影しながら勉強してみたいなと思います。これ本当使えました。まあ、普通はこんな風にして外して普通のスタンドとしても使えるんで、まあ、荷物にならないので、この東北に持って行って、東北の方でもなんか時間があれば、撮影してみたいなと思います。あ、またモニター消えた。ということです。はい。今日は冷やしたいと、今頭に回ってますけど、あれもうあんまり効かないですね。何時間持つのかな？ほんなら何時間も持たないのかな？これも気化熱が消えたら、もう、あれなんで、しょっちゅう水をつけないといけないんでしょうね。もっと冷えてはきませんね。一瞬ですかね、これ。あとこれ、後で、つけてみたいと思いますけど、こういった冷やしたいという吸水ポリマーを使った商品のご紹介をしました。桃の方も今日は5日目。なんとか発酵してますっていうことでね。またこれからも、味見しながらレポートしていきたいと思います。今日は、ツイッターのタイムライン、何もご質問とかございませんか？昨日は結構車の話題で盛り上がったんですけど、また時間があったら車のお話を、したいと思います。はい。ということで、今日の4語頻語な夜放送、あまり、新しい情報がなくて、申し訳ありません。田舎ですからね、そんなに、新しいニュースとか、イベントとか、そういうのがありませんからね。また土曜日曜にはイベントとかあるんで、まあ、時間があったら取材に行きたいな、というふうに思っております。その時の様子なんかを、またこの放送でお伝えしたいと思います。あ、そう。昨日の、東京電力さんのお話、まあ、その後、まだ何も進展はございません。まあ、進展ございましたら、まあ、この放送でお話をしていきたいと思います。はい。それじゃ、4語頻語の夜、第219回、この付近で終わりにします。もしお時間ございましたら、明日もご視聴のほどよろしくお願いします。じゃ、失礼します。